PC エンジン版卒業2ネオジェネレーション26枠目。はい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 あなたの心がけ次第。結構ねプチキャラが結構可愛かったですね。クラソージさんね、シャトルさんがあれです。気合い次第ですぐに怒るで。黒金さんがあれです。雨と虫との微妙なバランス変わる乙女心。おいぽいいつも凛々しくわっしょいたくましくおいぽい時には奇跡順番東京牛乳さんがあれです。欲しい自業自得のジェネレーション。一心一体シミュレーション。猫じゃらしちゃいます。絶命グラジュエーション。東京牛乳さんです。よろしくよろしくよろしく。懲りずにまた来る新任の先生の噂は知ってるわよね。知ってる知ってる。ほんと懲りないよね。どんな人かしら。懲りないってことはもう何人かやめてるんですよね。これ絶対ねノイローゼになってやめたんでしょうね。赤戸大門さんしかし4月から担当してるから1年と2年の間で辞めたってことは。大事な1年間を任せて頼れる人こそ。頼れる What? ティーチャーやっぱりかっこよさ。そりゃ考え甘いで先行に何期待してもあかんか。今日の先生は上下関係でしかないの。やっぱり楽しい友人関係。大事なのは信頼関係。できることなら恋愛関係。それから肉体関係。何言うてんねん。無関係でいるのが一番や。アホとちゃうか。欲しい欲しい。前途多難のジェネレーション。戦績賞シミュレーション。親戚未踏グラジュエーション。進学したいのよろしく。よろしく。中央無尽なジェネレーション。即決即断シミュレーション。本末転倒。おそばばかでやめろよ。就職したいのよろしく。よろしく。結婚したいのよろしく。よろしく。お前ら勘弁してくれよ。お金が欲しいのよろしく。お金が欲しい。お金があればね、まあ安田はしかしお金があるはずだよね。お金があるのにパパ活なんかしようって。全くお小遣いいいとこのお嬢ちゃんだからお小遣い多い方だろうにね。赤戸大門さんがいです。はい、今日は明けかない方だから11月18日。ああそうだか、上は27時止まってたんだね。安田のあれはもう病気ですよ。週末の音声が今週は綺麗な方ですね。綺麗な週末の音声。はい、医者に頼らなきゃ。全くねー、ちょっと待って。先週なんだの経緯がない。ゆうかね、いいよいいよ。今回いいんだよ、紹介以外が。いいんだよ。よし、30個も足りない。安田バニー、安田桜井はまあ品格がないってことかな。石橋あっと、安田がちょっと不機嫌なんでね。しかも休みがあるなぁ。しょうがないな。休ませて休ませて体操でもしとくか。で、郊外じゃ安田の悩みが聞けないから校内にしよう。週末開始。堀さんが一番さん、おじさんあれです。
敬意がないな。何事も真剣に取り組めよ。わかりました。よし、犬塚、真面目になれよ。何事も真剣に取り組めよ。わかった。あ、よかった、今回は綺麗な声だね。よし、桜井、何事も真剣に取り組めよ。イエス。あら、犬塚、おい、一人がいた、また一人が、うわ、何事も真剣に取り組めよ。イエス。何事も真剣に取り組めよ。ちょっとまず安田お茶さんの悩み聞いてやろう。私のことなど放っておいていただけます？何すんなせいるんだ、お前らしくないじゃないか。すみません、きっと私どうかしていたんですわ。綺麗になってるじゃないか。どうした安田、よし、パパから連絡が来ないのか。よし、直った。あとはこのまま犬が、やっと何、リラックス値がなんか、リラックス値がすごい下がっていたけど、あれは何、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、今ふと見たらリラックス値は、どうやって上げるんだこれは。ちょっと待って、リラックス値、リラックス値、リラックス値が下がって、まあ受験生だからね、リラックスしちゃいけないんだけどね、あんまりね。今ぐらいのがいいのか、リラックスしてないぐらいが。卒業中、リラックス値はどうなの、リラックス値、リラックスはどうなの、仲良し度は魅力の数値が高いほど上昇する。で、仲良し度をチェックして席替えを行うと。それは分かってんだけど、リラックス値は何だよ、リラックス値は。書いてない。リラックス値のこと書いてないんだけど、説明書の方がいいか、これは。説明書のリラックス値、2番、生徒たちの受験に対する余裕度を表しています。余裕がないってことだね、受験に対するね。この間のプレイは全然ダメだったけど余裕あったからな。1回目はまあいいか、これ関係ないのかな、どうなんだろう。余裕があると成績が良くなるのかね、どうなんだろう。上げ方とか書いてないんだけど、しょうがない。まあ指導の利用科目が指導制度、開始。リラックス。ああ、今度石橋だよ、おい、頼むぞ、おい。一緒に喧嘩始めた、おいおい、誰と喧嘩してんだ、犬塚とか、おい。桜井、うわ、やめろ、うわ。どういうことだい。うわ。私としたことが、集中力を失うなんて。えらいこっちゃ。あかん、勉強する気になれへん。 Sorry, feel so bad で調子出ないね。 Oh no。 じゃ、先生、もつこさんあれです。終われ谷だけだな。気分が落ち着かない。どうしたのかしら。お前で勉強する気になってた時あったか。そもそも勉強する気になってるの、あとはもつこさんあれです。あー、ちょっと困ったなー。うわ、桜井がひどいのかないわ。ちょっと
珍しいな、耐久力がある。だって品格がないんだお前が。金をあげとこうか。教師の行きだけ職員室するしかないね。週末開始。仕事開始できない？安心感なんだけど、過ごしてみると谷の方が圧倒的に安心感。そうだね、谷の方が、谷が一番問題が少ないね。こういうとこだけどこじゃ、いつも一生懸命だね。でも休みじゃない世界。こういうあるからまず何事も真剣に取り組めよ。ふう、何ため息ついてんだおい。いつも一生懸命だね。でもまだ反動時代の発何事も真剣に取り組めよ、はいはい、よし、まだ反動時代なんですここはね。何事も真剣に取り組めよ。パロメーターだけ見るとなんか反動懐かしい。桜井がすごいいいんだけど、みんな知るだし、あ、他にもか。いつも一生懸命だね。はーい。おいし。保険がやめた。オーケーオーケーオーケー。石橋は自動で直った。最初最初になったのは犬だからか。犬だから。勉強勉強勉強って。お前はそのままでいいぞ。うちは勉強嫌いや言うてるのに。少し休んだ方がいいぞ。そうやな、少し休もう。別に勉強してないだろ。高額まったく、高額がまた下がった。次は指導生徒犬とかにして、犬とかもスノーでいいか。何この、どういうこと、わからんな。勉強はしないが花札はやる。誰もわからんなこれ、どういうこと。いや全然ダメやこれ。ちょっと待って、数学良くないの。和骨です。タカさんやね。しょうがないな、ここならずか。みんなゼロだね、ちょっとどういうこと。みんなノイローゼ、あ、そうか、ノイローゼか。タカさん、56個だ、40名だね。ノイローゼか、しょうがないな。ノイローゼなら、みんなの名前で。もしかして花札推薦で入学したのかな。花札推薦。勉強しなくてはならなくなった。何と、あれだけか。はシンディの色だっけ。ノイローゼ、石橋のノイローゼの治らなかったっけ。まあいい、石橋よりタニアの方がいいな。まあもうしょうがない、これで行くんじゃないの。次を返し。さあ、ラストスパートをかけろよ。経緯が何なの。意味ないわよこんな授業。意味あるんだ、大人になったらわかる。あー、夏先生ありがとうでな。結構おもろいやんか。そうだろ。 Sorry, feel so bad で調子出ないね。 Oh no, oh no。 じゃあ先生バイバイ。バイバイ。気分が落ち着かない。どうしたのかしら。いかんねえ。また生徒行動をいじらないといかんねえ。わあ、安田ちゃんがまたヒットポイントがないね。あ、安田ちゃんちょっとまだ休まってて、もうちょい一回やって休まった方がいいな。最初はやって休まってよ。
59個目タイで教室の行き先は職員室しかないよ。ないね。いつも一生懸命だね。わかりました。いつも一生懸命だね。わかった。何事も真剣に取り組めよ。オーノー。もうノーって言ってるわね。ノイローゼのあれにはすごいパラメーター下がってないと年をして言ってるからか。何事も真剣に取り組めよ。はーい。何事も真剣に取り組めよ。ふう。何事も真剣に取り組めよ。わかりました。何事も真剣に取り組めよ。わかった。じゃあちょっともう勉強するのは嫌。何言ってるんだ。あまり根詰めないで、たまには気晴らしでもしたらどうだ。そうですわね。気晴らしにパパ方するなよ。いいな。ご一緒してくださる。おい、先生なら一緒にしていいからな。パパ方するんじゃない。先生がパパになってやる。よし。桜以外は治ったが、また先生とパパ活しようとしてる。指導生徒は桜井にしてもゼロだねこれね。じゃあ一個とかにタニしよう。授業科もタニちゃんなんて何でもいいんだね。先生がパパになっていいんですか。いやまあそれは慰めるためだからね。このもんか。石橋がゼロだな。ちょっと画面が前だし、今ノイローゼだからどっちみち上がんないよね。どうしようでじゃん。これでか。何かどうしようもないな。こうやっても。よし。前回は先生でありながら AV 男優もしてましたから余裕ですよ。はいはい、 AV を生徒の出演している AV を見てしまったね。ショックだった。今回ちょっと桜井に AV にならないようにきつく言っとかないとね。あら教授夫人になった。おい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 、うわー敬意が。私としたことが集中力を失うなんて。ガン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 。終わった終わった。おいおいおい、Sorry, feel so bad で調子出ないね。いかんね、no good。 あらま、頭良くなっちゃったみたい。よし、来週もよろしくお願いいたします。お、なんか金曜日は基本試験、その前にちょっと桜井直さないとな。何が癒しだね、本当にね。タニちゃん、まあ、年寄りでいいんだけど。タニちゃん、何がない？まあ、補習やっとくか。数学でも補習でもやろ。で、やってみると。よし、これか。週末開始！ロジャー仕込みタニちゃん。何事も真剣に取り組めよ！でも、何事も真剣に取り組めよ。わかった。何事も真剣に取り組めよ。オーノー。何事も真剣に取り組めよ。よし、安心だね。お、高学診99だ。よしよ。オッケー。何事も真剣に取り組めよ。はい。よし。あ、いい、うわー、あ、タニちゃん、うわー、やめてー。
家出してる。ちょっと最悪だ。何事も真剣に取り組めよ。わかった。嘘だろ。ちょっとまあ石橋はパラメータ高いからまだいいだろう。何事も真剣に取り組めよ。はい。ボロ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 だ。うわー、まあ順番桜井からちょっとやらないといけない。桜井、ミーはもう日本でやっていけない。やばい、薬だけは手を出した子はこれもしたいんだけど、お前らしくないじゃないか。いつものキャラクターはどうしたんだ。わらわら、そうですね、ミーらしくありませんね。先生、Thanks。 はい、治った。問題行動も真剣に。せっかく工学賞、工学が上がったら一気に下がるな、まったく。学級崩壊、待ったなし。待ったなし。リラックスが下がってるからかね。リラックスが、ちょっとリラックスゲージが。俺今度サプライズ行くな。うわ、石橋が消えた。消えた石橋。サプライズはここは、あ、ここ、あ、ここだね、ここね。座るとこかね。よいしょ。サプライズ前だ。谷の色、あ、谷の色図か。じゃあ、の色で組2人、前に行こう。いいか。さらば、石橋。それは先生が生徒にストレス与えてるということですよね。了解し。いや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 、そんなことはないはず。んー、なんだなんだなんだ。何起きた。誰だ。パパカツかバニーかと花屋か。家でした。競馬場の競馬場か。もうめちゃくちゃ石橋の風邪教師か。なんださらに不要。あー、パパカツだ。うわー、また猫やってまた。うわーうわーうわー、学級崩壊してる。うわー、期末試験でいないじゃない、石橋。ちょっと最悪だ、おい。あー、そうだ、イエス。またパパ活してるよ、あいつ。若草物語の主役の4姉妹の名字はマーチ、マーチ。お尻拾って見つめてるのか。ルイは丸を呼ぶ、この丸は友。いいな、パパ活。本日の大盛りコーナー。秋田の曲げわっぱとは何のこと。試験までぶっちぎってどうするんだ、石橋。もう食器なの。トライアスロンとは水泳自転車と何を組み合わせた競技。拍車をかけるの拍車とはどういう時に使うもの。おい、犬とかだけ当たった。俳句を読むときに必ず入れなければならない時節を表す言葉とは。大接戦。相撲の三役、大関、関脇ともう一つは何。アルプスの少女ハイジで、ハイジの友達の女の子の名前は。マタタビが好きな動物といえば。軸が知ってるわけない問題ばかり。犬とかすごいな。犬とか最高得点だよ。電流10アンペア、電圧10ボルト、抵抗は何オーム。すげえ。これ分かったの、犬塚。スーナさん、ゲストさんがあれです。ちょっと犬塚見直したぞ。オームってなんだ、地方。まさかの犬塚トップ6つ。まさかの。やったな、今回は勉強してたんだな、犬塚。それの色でなんだとか。犬塚の色でなんだ。おか、あや。うわー、やればできた。頑張りすぎて疲れたな、これ。勉強する気になれへん。よく頑張ったな、お前。しかしさーて遊ぶね。
なんかやる気になれないな。来週もよろしくお願いいたします。経緯の下がりようがすごいわ。33も下がってやんの。先生のやる気がなくなっちゃうよ。先生がノイローゼになっちゃうよ、まったく。探してこないといけないね、これね、ちょっと家で心配なしだけど、何事も真剣に取り組めよ。はいはい、はいは1回で、何事も真剣に取り組めよ。何事も真剣に取り組めよ。何事も真剣に取り組めよ。 Yes。 何事も真剣に取り組めよ。 家出よ、ちょっと探しに行かないか。あ、家出探せないんだっけこれ。あ、探すのはあれか。あ、探すのは職員室じゃダメなんだっけ。しょうがない、何を飲ようぜの音。私どうしていいのか。何か悩み事があるのなら相談に乗るぞ。先生って優しいんですね。当たり前じゃないか。もう大丈夫です。大丈夫か。ダブルピース。よし、すげえ。高額心が下がった。せっかく90まで行ったのに。谷、お前はお前のままでいいんだから気にするな。気にするなよ。石橋が戻ってきてない。小生とはじゃあ谷だな。課長は谷系。なんじゃマイク？犬とかメイロジだからどうしようもないね。どっちみちあれだな。これか。ここには書いとこう。授業開始。おっとそろそろ授業時間。じゃあこれでやめましょうか。終業式。来週冬休みだね、いよいよね。うわー、家でずっとしてる。おい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 。あかん、勉強する気になれへん。さあ、今週は最悪だったな、まったく。来週もよろしくお願いいたします。通勤にならないと言いながら勉強の数字は上がる。M ちゃん、はい、というわけでご視聴ありがとうございました。 PC2 版卒業2ネオジェネレーションは毎週水曜日やってます。今週はちょっとパラメータダダ下がりでしたね。最悪ですねこれね。はい、オトでした。おやすみなさい。オトです。おやすみなさい。オトでした。オトでした。おやすみ卒業2。はい、オでした。オツでした。オでした。今日はひどいすぎた。オでした。オでした。オでした。リラックスゲーキ、さっきよりちょっと上がってる。ちょっと上がってる。よくわからんが、ちょっと上がってる。はい、卒業。おやすみなさい。